連邦預金保険公社、連邦預金保険公社、連邦預金保険公社、会 DIC は、1933年の、グラスイコール、スティーガル法に基づき設立された、アメリカ合衆国政府の公社。世界強行で、大量の銀行が破綻したことを受けて、預金の保護政策を迫られた、連邦議会が、当時マサチューセッツ州で運用されていた、預金保険基金を参考に創設した。 FDIC に加盟する銀行について、破綻した場合には、その預金者一人当たり10万ベイドル、個人退職勘定として、さらに25万ベイドルまでの普通預金、当座預金を保証する預金保険を提供している。世界恐慌に伴い、米国では取付騒ぎが相次いだことから、1933年には、全米4004の銀行が閉鎖を余儀なくされ、 財務基盤のより強固な大手銀行へと吸収されていった。大手行への吸収以降、引き継がれた利用者の口座に残っていたのは、本来預け入れていた金額の85%に止まっていた。連邦議会はこの事態に対処するため、共和党上院議員のアーサー・ーバンデンバーグ、民主党下院議員のヘンリー・スティガルらを中心として、金融関係の法令の整備を始めた。同年5月、 会員銀行通貨委員会は100万米ドルまでの預金についてその全額を保護し、以降は段階的に保証比率を引き下げるという法案をまとめた。一方、上院銀行委員会は保護対象の銀行についての査定を厳格化した上で連邦準備制度に参加していない銀行については保護の対象としないとする法案をまとめた。バンデンバーグは いずれの法案も保護金額に上限を定めていないことに難色を示した。彼は臨時の基金を創設することですべての銀行を対象とする一方、保護金額に2500米ドルの上限を定める修正案を提示した。さらにスティーガルはこの法案に基づく諸制度を新設の連邦預金保険公社によって運用させる条項を加えた。翌六月法案は グラスイコール、スティーガル預金保険法として、通過、可決した。初期の FDIC 運営には、シカゴの銀行家だったウォルター・ J ・カミングス・ジュニアが当たり、間もなく、全米1万9000の銀行をカバーするまでになった。預金保険は1934年1月1日から、適用が開始された。時の大統領であるフランクリン・ルーズベルトは、 銀行経営者の責任を曖昧にするものとして、当初は個人的にこの制度に反対していたが、議会の圧倒的多数の支持を知り受け入れた。1934年、ルーズベルトは2代目の FDIC 代表に、ウィスコンシン州の銀行家であったレオ・クローリーを指名した。60年長を経た1996年、このクローリーが FDIC を利用して過去の横領を隠蔽しており、 ルーズベルトもこの事実を知りながら黙認していたことが明らかになった。FDIC が創設以来保険負担が最大となったのは1980年代後半から1990年代初頭にかけて発生した貯蓄貸付危機器である。危機の直撃をまず受けたのは FDIC と類似した役割を担っていた連邦貯蓄貸付保険公社フスリックであった。 フスリックは、主に貯蓄貸付組合、S&L の保証に特化した業務を行っていた。S&L は、金融危機に伴い、その多くが破綻へ追い込まれ、この余波は、大手銀行にまで拡大した。S&L の保証を行っていた、フスリックまでもが支払い余力を失い、1989年金融機関改革救済執行法と1991年、 連邦預金保険公社改善法に基づいて、その業務と保険機能はすべて FDIC へと統合された。S&L は現在財務省の部局である金融監督局によって監督されている。金融監督局は同じく財務省部局の通貨監査局ともに FDIC と密接な連携を保ち業務に当たっている。なお、信用組合については、 FDIC ではなく全米信用組合管理局が保証を兼ねている。一連の破綻処理に伴う公的資金注入の納税者負担は1500億米ドルに達すると推定されている。2006年2月8日、大統領のジョージ・ W ブッシュは連邦預金保険改革法に署名し、同法が成立した。この新法による主な制度変更点の一つは、 FDIC が運用する銀行保険基金 BIF と貯蓄組合法基金財布を統合し預金保険基金 DIF としたことである。BIF は長年にわたり FDIC が運用してきた一般の商業銀行向けの基金である。財布は1980年代の金融危機以降に創設されたものであり、その当時は財務基盤の弱い金融機関が多数加盟していた。 これにより1990年代、財布加盟金融機関が支払う保険料は、ビフのそれの最大5倍になった時期もあった。一方、1990年代も後半になると、米国の金融業界は、安定を回復し、同時に、業界、業態をまたぐ合併、再編が相次いだ。同様の保険機能であるにもかかわらず、 危機の残詞として二つの異なる基金が並存していたため保険料率の低いビフに金融機関が乗り換えるという事態を招いた。これは双方の基金の準備金積み立て目標の達成に不公平をもたらしただけなく業務の煩雑化や保険機能の不明朗さを顕在化させた。時の連邦準備制度理事会議長だったアラン・グリーン・スパンはかねてからこの状態を批判していた。 このような価格差は市場参加者がこれを利用して最低取引をするように仕向けているだけだ。とした上でこのゲームを終わらせ財布とビーフが統合をすることを提案した。このほか、1996年制定の連邦保険基金法があったが部分的改革に止まっていた。銀行が FDIC に加盟するためには資産流動性と 積立金の点で以下の要件を満たさなければならない。銀行は、そのリスク資産比率に基づいて5段階のグループに分類されている。不足状況以下の場合は、ブローカー預金の受け入れが禁止される、適正状況の場合、FDIC の個別承認を受けた上で、ブローカー預金の受け入れが可能である。不足の状態に陥った銀行に対しては、 FDIC が警告を発令し、役員報酬の支払いの禁止や、預金利率制限が行われる。かなり不足に対しては、経営陣を更迭し、是正措置を取るよう指揮を取れる。危機的不足に対しては、FDIC が当該金融機関に立ち入り、資産査定等の破綻処理の準備が行われ、90日以内に是正が行われない場合は、後日の破綻処理に移する。 また、FDIC 加盟銀行は人種などに関わりなく、住宅ローンを貸すことが求められている。家の中に統合の描かれたシンボルで、それが示されている。FDIC の保険は、以下の種類の金融商品について、保証を行う。同一の預金者により預金であっても、異なる銀行に預け入れられた場合は、それぞれ個別のものとして保護される。すなわち、 二つの銀行に10万米ドルずつ、預金口座を持つ人は、総額20万米ドルの保証を受けられる。連邦預金保険改革法に伴い、個人退職口座については、保証限度が最大25万米ドルとなっている。2009年末までの次元措置で、無利子の流動性預金に限り、追加の預金保険料を払うことで、全額保護対象となる。 全質の口座が FDIC の保険対象となるすべての金融商品である。一方、FDIC 加盟金融機関による提供であっても、以下のように保険対象とならない金融商品がある。講者が犯罪人となって処理を行う。破綻処理の複数の方式の中で最小のコストで行うという最小コスト原則が根拠法で定められている。また、 金融機関は例外を除き金曜日の営業終了後に破綻が発表され、翌月曜からの営業に応じるようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。